ロイが明けましておめでとう。おめでとう。ロイが眠たいんかいだった。眠たいんかいにゃ。と並んでいきました。ムチが飛んだモール4コーナーへ向かいます。あとは1馬身差、14番サクセスミノルが3番手、第4コーナーをカーブ、外を回ってバックスクリーン差を詰めていって、今直線コースに向かいました。8番イスカンダル、イスカンダル頑張っている。そして13番モールが2番手、前2頭の追い比べ、3番手は14番のサクセスミノル、 200m を通過した。あと外から11番のバックスクリーンが今3番手に上がってくる。さらにはようやくリューのブレイクの差を詰めるが届きそうにない。先頭は8番イスカンダル、イスカンダルが逃げ切って今ゴール。2番手13番モール、3番手が11番バックスクリーンです。16番竜のブレイク、最後差を前は2頭が競る形、内5番の吉祥、外からは10番のペプチドヤマト、第4コーナーカーブ、3番手ストに持ち出しながら3番カラエカマウリオラ前を追っています。直線コースに向かいました。先頭は10番ペプチドヤマト、内から5番の吉祥、3番手争いですが外から12番のメイショウヒメゴゼを追ってきている。内からは3番カライカマウリオラとキムケンディアンです。前は競っていますが5番の吉祥、10番ペプチドヤマトの追い比べはまだ続いている。外から3番カライカマウリオラ、さらには12番メイショウヒメゴゼ、間10番のペプチドヤマト、外から角馬も迫ってきますが10番のペプチドヤマト、内から2頭目わずかに振り切ったか、並んでのペプチドヤマトわずかに優勢とお伝えします。この馬の内と外で2着争いが接戦、3番カライカマウリオラ、カライカマウリオラと5番の吉祥、これは判定をお待ちください。今年の新種5番ドレフォン、序盤から勝ち星を量産、今日中山の1レースを勝っていまして、ついご縁が2倍、ご縁が2倍。
手の位置に外からじわりと11番ダイワキャグニーが前に並びかけてまいりました。さらに外14番のトーラスジェミニ、内を狙って1番のビジネル、さあ第4コーナーカーブ、4コーナーカーブから直線に向かって残り400を通過、これから坂を駆け上がる。今度は内から2投目、サートのフィーバーわずかに先頭か、内応戦するように2番のバスラットレオ、ダイワキャグニー、ダイワキャグニー、さあ馬群の間こじ開けるようにステルビオ前に上がってこようとしている。さらに外からは10番のカイザーミノル、カイザーミノル内を狙って、さあ4番のダイアトニック前に接近する、ゴール前激戦になった。今度間をついた7番のザダルが抜けた、ザダルが抜けた、2、3番手争い接戦、先頭はザダル通り、7番のザダル、7番のザダル勝ちました。私は絶対頑張ろうな、今年絶対頑張ろうな。